ミリボヤ・シュネルミリボヤ・シュネルは、クロアチア西部の警察署長で同国が、クロアチア独立国として、ナチスドイツと同米関係にあった第二次世界大戦時における民族迫害の容疑を持たれていた人物。数十万人のセルビア人、ユダヤ人及びロマに対する迫害の疑いを持たれていた人物。オーストリアに亡命していた。1945年の第二次世界大戦の、 終戦後にオーストリアへ逃亡し、ゲオルゲ・アシュネルを名乗っている。2005年、クロアチアはアシュネルを1941年から1942年のポジェガにおける人道に対する犯罪及び戦争犯罪で告訴した。2006年2月、オーストリアの裁判所はアシュネルを逮捕するかどうか間もなく決定すると発表した。オーストリア当局はその後間もなく、 アシュネルがオーストリア国籍を保持していることを理由として、アシュネルをクロアチアに引き渡すことはできないと決定した。しかしながら、その後、アシュネルが在住するケルンテン州の司法当局による調査によって、アシュネルはオーストリア国籍を取り消されるとした。アシュネルは国際刑事警察機構の追跡リストに載っており、またサイモン・ウィーゼンタールセンターによって4番目に、 重要なナチ戦犯に指定されている。2008年6月、アシュネルは健康状態が良くないとするオーストリア政府の公式発表にもかかわらず、アシュネルがクラーゲンフルトで開かれたユーロ2008のクロアチア代表の試合の応援に来ていたことをジャーナリストによって発見された。このことは直ちにクロアチア政府による再度の引き渡し要求につながった。しかしながら、 ケルンテ州知事で、極右政治家のイエルク・ハイダーは、アシュネルの家族を称賛した上で、アシュネルは長年にわたって我々と共に平穏に、暮らしてきた。彼は、その晩年を我々と共に過ごす権利があると話した。これは、さらなる批判を集め、サイモン・ウィーゼンタールセンターのエフライム・ツーロフは、ハイダーの視点は、オーストリアの政治状況を反映したものであり、ナチ戦犯に対する、 同調性が非常に高い格好たる集団があるとした。2008年6月19日、アシュネルはセルビア人などに対する追放政策に関わっていたことを認めた上で、彼らは一般に信じられているような絶滅収容所に送られたのではなく、彼らの本来の母国に追放されただけだと述べた。アシュネルは自身の潔白を確信し、 クロアチアで裁判を受けることを望むとする一方で健康には問題があるとも話した。同じ週に行われた試験ではアシュネルは精神状態に問題があるとした。しかしツーロフはアシュネルが健康状態を偽るか誇張していると主張した。2011年6月14日にオーストリアのクラーゲンフルトで死亡していたことが後日同国の報道機関により 明らかにされた。ウィキニュースに関連記事があります。第二次世界大戦のクロアチア人戦犯がサッカー会場で見つかる。ありがとうございます。